皆さんこんにちは。ちょい乗り。まだちょっとね、お預かりしてるんですよ。それで、今日はね、エンジンを朝、キックじゃかからない、キックだけじゃかからないんで、チョーク引いてね。で、やっぱ正常、それが正常ですよね。寒い時は、チョークでね。で、チョークでしばらくアイドリングして、戻して、今こうやってアイドリングになる。止まるまではもう、ちょっとね、エンジンが止まった時にまたちょっとその時火が飛んでるのかとかね、いろいろ確認しなきゃなと、いうところでございます。ということでまだね預かってるんですよ。ちょっとね、ネットあのこれ見るとね、あとこれもう燃料タンク持ってるんですよねこれね。だからもし乗り続けないとこれ交換しないと厳しいですよね。真っ黒ですね。下にねちょっと垂れちゃってるんですよね。はい。それでふと思ったんですけど、まあエンジンですね、まあいろいろね、まあこれ安い作りも、ね、安価ですし、なんかでうわーって走ってると、まあ、壊れてるような音がするとかね、いろんなことが言われるんですけど、まあエンジンは OHV のね、空冷のタンクとなんですが、エンジンからクランクがここに変速が入ってます。クーリンがね入ってて、そしてそれを向こうのスプロケットに持ってってチェーンで後ろを駆動してるんです。ですからエンジンのクランクから変速器を通して、そして、向こうで最終的にはチェーンで回していると。そしてこのエンジンはリジット止めです。だからフレームについてます。これってTMAX とかと今日は一緒ですよ。要は後ろがスイングしないんで、要はもしですねコイルはここはスイングアームが、ここはねスイングアームがついてて、これがこうもし動いたらねチェーン TMAX と一緒ですよ。だから BMW のあのスクーター C600 シリーズも一緒、キムコの AK550 も一緒、誰かすいません。でもふと思ったんですけど、これよりも多分古い、これよりも古くなりますから、ジョルの、あ、じゃない、ジョル株のエンジンはフレームマウントですよね。それでジョル株の場合は完全にチェーンでね駆動してて、 あれ変速機が普通のバイクだエンジンが普通のバイクだから、まあまるっきり一緒ではないですね。まるっきり一緒ではない。ただこの作りはなかなかすごい。ここ要はここはスイングしないだけなんだ。ここがここにだからスイングアームつけてこれやめてね、でこうこうショックから1本でもいいからつけて動くようにしちゃえば、いきなりすごい乗り物になりかねない。ポテンシャルを秘めていると私は勝手に思いましたね。ないですね。で30キロぐらいだとすごく静かなんですよ。ただ30を超える何キロぐらいですか、30を超え出して頑張り出すとなんかすごく音が大きくなって大丈夫かなっていう感じになる、そのあたりがねあれですけど、はい、そんな調子なんで止まっちゃうのか、単に暑くてオーバーヒートしてただけだと、もうしたら夏も乗れないですもんね。それじゃ意味ない。しかもそのエンジン勝手に止まった時はしばらくかからない、置いとくとまたかかるようになる。まさしくなんかねそういう兆候なんですけどね。冬場はもしかしたら止まらないで乗れるのかな、それもおかしいですよね、